ました。やってきましたよ。やってきたという距離でもないんですけど、四日市駅のね。これね、近鉄四日市の駅前のあたりですね。さあ、ってことでね、やってきてます。もうそこがね、アスナロケットのところで、まあ今日はね、アスナロケットをやってることなんですけど。まあね、天気は微妙なんだよな、今日。もう手伝って終わらせるかもしれません。いやーね、迷ったんですけどね。まあ、天気が良かったらね、家から歩いてね、日永駅から乗ってとかってのを考えたんですけど。今来てるのが、うわ、宇野森か。あれ、浜田だった気がするんだけどな。どっちだったっけな。のあたりにいますよ。そう。何が困るってね、このキッズ4回ってからね、スタートさせると、駐車場なんですよね。ただね、雨に降られるとね、ちょっと歩いてね、帰るのしんどいんでね。ってことでね、駐車場を止めに来ました。で、駐車場を止めるのもね、一応ね、ここにしました。何だったっけな、ここ。やっぱ浜田町やね。浜田町第二ってなってますけど、見てるのにパークのところでね。もうすぐそこ行ったらね、昼間1000円とかになるんですよね。そうそう。ここはね、12時か800円って設定なんですね。言ったら500円になるんですけど。っていうようなところで。まあ、夜になったらね、端の方とかね、安くなるところもちょっと、南側の方ならある。で、北の方を逆に、諏訪境の方に入っていくと、どんどん高くなるんですけどね。ってことでね、ここにします。ここに来るとね、急に安くなる。そんなに距離変わらん。そこがね、もう駅ですから、そんなに変わらんのにね、なんでこんなに安くなるかっていうとね、ここね、すげえ一方通行一方通行でね、ここの一方通行から来ないと入れないんですけど、そこの一方通行の手前のところが全部一方通行なんですよ。ですから、ここに入ろうと思うと、ずるっとね、奥のところから一方通行のところから入って、来てくないと、奥のところの、もうちょっと奥のところに道があるんですけど、そこはね、このね、交差点のね、二つ手前ぐらいのところで、一方通行になっちゃって、こっちに入ってこれなくなっちゃうっていうようなね、すげえ複雑な構造で、初見殺しにも程があるんでね、すげえ使いにくい、気が悪いと、いうことでね、ここはね、ここだけ、ポーツってやつです。だんだんちょっと離れ、この辺り行ったらまた1000円以上になってきますからね。24時間1000円じゃないですからね。そう、どうしようかなと思ったんですよ。ね。まあ、こんな客だし、いろんなのは考えました。まあね。それこそ、そこね、コンフォートホテルになりましたもんね。いくつかね、多分ね、思いつく、四日市市民の皆さんならね、思いつく技もあるでしょう。で、例えばね、四日市から乗るんだったら、まあ、パッと思いつくのはそこですよね。いやいや、アピタ止めやーと。アピタに止めて、アピタで買い物すれば、2時間とかさ、ケースによるんですけど、2時間無料、もしくは3時間無料、ね、まあ、基本2時間無料になりますよと。2時間あったらね、パッといて戻ってくるぐらいできるよってことなんですけど、まあ、一応ね、動画で回してますしね。まあ、お買い物したら2時間無料ってなってるんで、別に正規の利用方法じゃないかって言われたら、まあ正規の利用方法とも取れるんですけど、まあ、ちょっとグレーゾーンじゃないですか。まあ、なんでね、やる意味あるし。で、まあ、近いところだったら、パッと済ませるんだったら、クスノキパッキングって手もね、考えてくる。今ね、ご覧の通り、今、大工事中でしてね、もうね、大陸でも終わったのかな、ことになってるんで、多分ね、こっち側から入ろうとするとね、一回市役所の前まで行かないといけないんじゃないかな。で、出入り口も、こっち側が全然今なくなっちゃってて、多分、大黒トラックの前とかしかないんですよね。なんで、こっちに、特にアスナウ鉄道の方に来ようと思ったら、まあまあ遠いぞと、いうことなんでね。じゃあまあ、こっちでいいかと、いった感じで来ましたよと。いうところらへんです。あとは、まあ、近鉄で買い物したら近鉄の、ところも、無料にできますけど、まあ、アピタと同じ感じですよね。まあ、なんで、まあ、そこもね、言うてね、12時間なんでね、そんなにね、使い勝手いいかって言われたら微妙なんじゃね。
で、もうパッと行って、帰ってくるか。25分。30分だよな。もう出るじゃん。やべ、パッと。トリックカードの横に置いたんですね。そうだよね。で、あ、アイチャージの機械はあったんだ。じゃあ、まあ、大丈夫ですね。って言ってたらね、やべやべ。もう打つべき。出るって感じや。よし。ちょっと乗っていきましょうか。つぶえき。よいしょ。